うぶすけの剣久しぶりに痛い。いや、あいつ使い出した瞬間地獄が待ってるって分かってるから。まだね、俺の懐刀。懐刀として置いておく。あえね。結局このカードどっかで壊さないかんないな。惜しい。入れ込まんな。入れ込む読み食うしかないけど。ヘイ。シュールすぎる。何もなかった。いいね。こっち。ケツに上がるのがベストやったけど。ガチ死なない。下がれ。オッケー。ブラッチャー。それは軽い。対空っていうか。うめえ。うまっ。うまっ。行かんほうがいい。今のは横に飛ばしてないときは行かんほうがいいわ。オッケーオッケー。え？あ
環境にマジで見てろよ。分かってきた。41取りました。近づいてるね。俺が食ってる。なんなら逆に指をね。
竹浦も言ってた確か。体験はジャンプ上がりが一番丸いと。俺には竹浦がついてる。つまりもうおもん。やべ、攻めすぎ。すぐつけ。攻めすぎ。攻めんでいいんやから。投げ弱っ。空母痛い。ちょっとこれ最初のマジもったいね。一番安全で武田くんが言ってた確か。ねえみんな、ジャンプ上がりが一番安全って武田くんが言ってた。え、あのヒゲのおじさんって嘘つきの人かな。あのヒゲのおじさんって嘘つきの人かな。そんなクソどうでもいい。いや、
ってそれうちやったら無理にってなっちゃう。それねえ、それさ、ねえ、それさ、これってマジでどこどこねえ、これどういう意味なのこれマジで。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回これはガチで知らん、知らんっていうか、まあ、正直かす。え、後隙な、ちょっと待って、後、ちょっと待って、ちょっと待って、後隙ないやん。いや、ガチうまい。おい、ちょ、台どけで誰か。これは一旦やらんかったことにして次で決めます。これ崖上げら、上がれてるから実質いい。裏でもかかってこい。